はいどうも、お茶です。今日もパーシバルを使ってランクマをやっていこうと思います。 SS1 まではなんとか来れました。ということで今日もやっていきます。はい、ということで対戦相手の方見つかりました。ベリアルですね。 SS5 の方よろしくお願いします。ベリアル最近 SS2 いなくて平和だったんですけどね、今日2時間ほどランクマやってたんですけど1回も当たらなかったです。ベリアルなぁ、苦手なんですけど、苦手ってずっと言ってられませんからね。どっかでね、勝てるようにならないとやっぱり。なんでベリアルとの対戦はありがたいですね。今のもったいなかったかなぁ。あ、いいやばれ。ここ、昇竜で返しましょう。どうしようかな。あー、取れてた。あー、暴れますね、結構ね。オッケー、ちょっと暴れつぶし多めでいきますか。暴れて、まあ、まだ死なないんで、まあ別になんか覚醒とか食らってもいいから、そうですね、これ死に行きましょう。ここはね、割り切って、まあ、安全策ここで取ってね、弱気になっちゃうと負けちゃうことが結構あるんで、まあ強気にいって負けたならまあいいかなぐらい、ポジティブに考えたらいいかなって思いますね。まあこれも全然食らっていいんでね、こっちも逆に返しちゃいましょう。偉いっすね、これは。あ、でもコンボ繋がらなかったのでありがたい。無勝利。あー、ここそう、間違った。ここ詐欺飛びがあるんだった。ここまた、ちょっとベリアル戦不足なんで。暴れないっすね。ちょっと前歩き2A とかやってみますか。あー、ここ多分読まれますね、昇竜拳。暴れましょう。読まれなかったけど重ね見せてくれてましたね、ありがたい。どうしようかな、遠視。 OK、 噛み合いましたね、運が良かったです。体育拾えなかった、もったいない。ここ本当はね、ちょっと後で文字付きで動画で詳しいことは話そうかな。戦いながらだとなかなか深く喋れないんで。どうしようかな、勝利読みしようかな。当たりですね、よし。結構ね、打つ方なので、最後のは別に強気に行ってもよかったんですけど、まあ人読みができてたんでガードしてましたね。昇竜拳、これは美味しいですよ。また打ちますね。これ裏なんで、こういう時って大体ガードされないんでね、離しちゃってます。僕は美味しい、これ美味しいですね。まだ打ちますね、結構打ちますね本当に。あー、もったいね。美味しいですね、これはしっかりカウンター確認、てかしゃがみ確認かして、しっかり 2M につないで覚醒ですね。はい、ということで今日はこんな感じの動画になりました。あんまりね、ちょっと内容の濃いあれじゃなかったんでね、あんまりそのなんだろう、うまく喋れてなかったと思うんですけど、なんだろう、まあなんだろう、編集でその解説の部分で深く話していけるとこは深く話していこうと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。